GNU, 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 GN とは、オペレーティングシステムであり、かつコンピュータソフトウェアの広範囲にわたるコレクションである。GNU は、完全にフリーソフトウェアから構成されている。GNU は、GNU S Not Unix。GNU は、Unix ではないの再帰的当事後である。この名称が選ばれたのは、GNU は、Unix 系の設計ではあるが、Unix とは違い。 フリーソフトウェアでありユニックス由来するソースコードを全く使っていないことを示すためである。GNU の正式な発音はグヌーである。一般的な英語ではヌーはヌーと発音し、牛かもしか、またはヌーと呼ばれる動物を指す言葉である。GNU プロジェクトは自らの名称を it is pronounced G, no, as one syllable with no v o w e l sound bit ines. G&ZYNE と呼ぶよう要請している。GNU プロジェクトには、もともとフリーソフトウェア財団が焦点を当てていたオペレーティングシステムのカーネルである GNU ハードが含まれている。しかしながら GNU ハード以外のカーネルも GNU ソフトウェアと共に利用できる。そのようなカーネルとして最も有名なものは Linux カーネルである。 GNU のカーネルに Linux カーネルを用いるのが一般的な理由は GNU のカーネルが GNU の中で最も成熟していない部分のためである GNU ソフトウェアと Linux カーネルを組み合わせたものが一般的に知られる Linux であるあまり一般的ではないが GNU-Linux と呼ばれることがあるこの故障については GNU-Linux 名称論像を参照すること GNU には人間が容易にコンピュータにインストールして利用可能な完全なオペレーティングシステムとするためのコンポーネントである完全な機能を持ったカーネルが未だに欠けたままである実際には使用可能な GNU ベースオペレーティングシステムのほとんどが Linux Distribution である Linux Distribution には Linux カーネル GNU コンポーネントおよび GNU プロジェクト以外のフリーソフトウェアプロジェクトによるソフトウェアが多く含まれている。プロジェクトの創設者であるリチャード・ストールマンは GNU を社会的目的のための技術的手段として考えている。GNU オペレーティングシステムの開発はマサチューセッツ工科大学 MIT 人工知能研究所でリチャード・ストールマンにより GNU プロジェクトとして開始され、1983年9月27日に、ネット、ユニックス・ウィザーズ及びネット、ユーサフトというニュースグループで、彼が公式に発表したソフトウェア開発が始まったのは1984年1月5日であり、この日はそれまでストールマンが勤務していた MIT 人工知能研究所が GNU の所有権を主張することや、 フリーソフトウェアとしての配布へ干渉することを阻止するために彼が同研究所を辞めた日もある。ストールマンが選んだ GNU という名称には様々な言葉遊びが含まれており、その中にはという歌も含まれている。GNU の目標は完全にフリーソフトウェアで構成されるオペレーティングシステムを実現することであった。 ストールマンは1960年代や1970年代のコンピュータユーザーのようにユーザーを自由にしたいと考えていた。その自由とは使っているソフトウェアのソースコードを使って研究できる自由であり、ソフトウェアを他の人々と共有できる自由であり、ソフトウェアを修正できる自由であり、修正版を配布できる自由である。この哲学は後に、 GNU 宣言として1985年3月に公表された。GNU 宣言の中でストールマンは基本的カーネルは存在するがユニックスをエミュレートするにはより多くの機能が必要だとしている。ここでストールマンが想定したカーネルはマサチューセッツ工科大学が開発した RPC 型カーネルである。これは作者がフリーソフトウェアとして配布しており、 バージョン7ユニックスと互換性があった。そして1986年12月、開発者らはこのカーネルに修正を加える作業を開始しようとした。しかし、開発者らは、これが出発点としては、ふさわしくないと判断した。なぜなら、トリックスは、不明確で高価な6万8000マシンでしか動作せず、使用するにはまず他のアーキテクチャへの移植が必須だったからである。 ストールマンはインチョンパタブルタイムシェーディングシステム ITS に関わっていた ITS は PDP-10 コンピューターアーキテクチャ用にアセンブリ言語で書かれた初期のオペレーティングシステムだが PDP-10 自体が開発製造されなくなったために消えていったこのためストールマンは移植性のあるソフトウェアが必要だと考えていたそのため GNU の開発には システムプログラミング言語としてシートリスプを使用し、さらに GNU をユニックス互換にする決定がなされた。当時 UNIX はすでにプロプライエタリなオペレーティングシステムとして広く使われていた。UNIX の設計はモジュール性が高く部分ごとに再実装することが可能だった。GNU に必要なソフトウェアの大部分は1から書かれたが、 テックス組版システムや X ウィンドウシステム、さらにマッハマイクロカーネルといった共有可能なサードパーティーフリーソフトウェアコンポーネントは既存のものを流用した。なおマッハは GNU の公式カーネルである GNU ハードの GNU マッハコアの基礎を形成している。前述したサードパーティーコンポーネントを除く GNU のコードの大部分はボランティアが書いたものであり、 具体的には、個人が余暇時間内や、会社の業務内で書いた部分、及び、教育機関や非営利団体が書いた部分で構成されている。1985年10月、ストールマンは、フリーソフトウェア財団、FSF を創設した。1980年代後半から1990年代には、FSF がソフトウェア開発者を雇い、GNU で必要となる。 ソフトウェア作成を行わせた。GNU プロジェクトの初期の計画では BSD4.4 ライトのカーネルを採用することになっていた。しかし、バークレーのプログラマの協力が得られなかったため、ストールマンは1988年にカーネギーメロン大学が開発したマッハカーネルを採用することにした。ただし、マッハには AT&T 由来のコードが使われていたため、 それを取り除いてフリーソフトウェアとして使えるようになったのは1990年である。ハードのアーキテクトだったトーマス・ブッシュネルは後に BSD カーネルの採用を見送ったことでプロジェクトは低交代しており、そういう意味でも BSD カーネルを採用すべきだったと述べている。カーネルの設計は GNU の中でもユニックスから最も大きく異なる部分である。GNU のカーネルは マルチサーバ型マイクロカーネルであり、従来のユニックスカーネルの持つ機能をサーバと呼ばれる複数のログラムで構成している。マッハのマイクロカーネルは非常に低レベルのカーネル機能しか提供していないため、GNU プロジェクトではカーネルの上位レベルの部分を一種のユーザープログラムの合体として開発しなければならなかった。この集合体を当初アリックスと呼んでいたが、 トーマス・ブッシュネルは、ハードと呼ぶことを好み、アリックスの名はそのサブコンポーネントに移され、最終的には使われなくなった。その後、ハードの開発は、技術的問題がいくつも発生し、なかなか進展しない状況になった。GNU が有名になるにつれて、GNU に興味を持つ企業が現れ始めた。それらの企業は開発援助をしたり、GNU のソフトウェアや、 技術サポートを組み合わせて商売するようになっていった。その中で最も成功した企業としては、シグナスソリューションズが知られている、同社は現在、レッドハットの一部となっている。1992年、最重要コンポーネントであるカーネルの GNU ハードを除くすべてのコンポーネントが完成した。1991年には、リーナ・ストーバルズが独自に、 Linux カーネルの開発を始めており、1992年には Linux のバージョン0.12が GNU ゼネラルパブリックライセンスライセンスでリリースされ、この最後の空白を埋めた。Linux と GNU を組み合わせることで世界初の完全にフリーソフトウェアで構成されたオペレーティングシステムとなった。Linux カーネルは GNU プロジェクトの一部ではないが、その開発には GCC などの GNU 製プログラミング通が使われている。2002年にストールマンは GNU、ハードのリリースについて楽観的声明を発表したが、開発は2016年現在も続いている。ハードの最新リリースはバージョン0.7である。動作はそれなりに安定しており、重要なアプリケーションを使うのでなければ十分使えるレベルである。 GNU システムの基本コンポーネントには、GNU コンパイラコレクション、GCC、GNUC ライブラリー、グリブックおよび GNU コアユティラティス、コーリートルズだけでなく、GNU デバッガ、GDB、GNU バイニュートルズ、バイニュートルズ、GNU バッシュシェル、および GNOME デスクトップ環境も含まれる。GNU の開発者は、 GNU アプリケーションやユーティリティの Linux への移植に密にしており、それらのアプリケーションやユーティリティは BSD の派生、ソラリスそして Max といった Linux 以外のオペレーティングシステムでも広く利用されている。GNU のプログラムの多くは Microsoft Windows や Max といったプロプライエタリープラットフォームを含む他のオペレーティングシステムに移植されている。GNU のプログラムは プロプライエタリユニックス上の相当するソフトウェアよりも信頼性が高いことが示されている。2015年11月の時点で公式 GNU 開発サイトにホストされた GNU のパッケージ数は合計で466個存在する終了したパッケージも含む。それらを除くと383個である。GNU プロジェクトの公式カーネルは GNU ハードマイクロカーネルである。しかしながら2012年の時点で Linux カーネルが Linux Rebel という形で公式に GNU プロジェクトの一部となった。Linux Rebel は Linux カーネルからすべてのプロプライエタリコンポーネントを削除した派生物である。フリーブスドのカーネルのような Linux 以外のカーネルも実用的なオペレーティングシステムを構成する。 GNU ソフトウェアと連携して機能する。FSF は GNU ツールやユーティリティと共に利用される。Linux は GNU の派生とみなすべきであると主張しており、そのようなシステムを GNU、Linux という用語で表現するよう奨励している。なおのことが GNU、Linux 名称論争の原因となっている。GNU プロジェクトは無センス、トライスキル及びパラボラ GNU。 リナックスリーブルといったリナックスを用いた派生を支持している。カーネルとしてハードを使用しない派生でリナックス以外のカーネルを用いるものとしては BSD カーネル上に GNU の初期計画を実現したデビアン GNU クフリーブスドやデビアン GNU ネットブスドがある。さらに GNU をネットブスドやオパンセラリスなどのカーネルで動作させる移植プロジェクトも フリーソフトウェア財団は既存のプロジェクトへの小規模な変更のリリースをパブリックドメインとすることが無難だと考えているが GNU プロジェクトではその貢献者に対して GNU パッケージの著作権をフリーソフトウェア財団に譲渡することを推奨している。ただしこれは必須ではない。パッケージのメンテナーは自身が維持する。 GNU パッケージの著作権を維持することができるが、使用される GNU、GPL のようなライセンスは著作権保持者しか強制させることができないので、この場合はフリーソフトウェア財団ではなく著作権保持者がライセンスを強制する。GNU に必要なソフトウェアの開発のため、ストールマンはユーザーがフリーソフトウェアを共有し変更する自由を保障することを目的とした。 GNU ゼネラルパブリックライセンスと呼ばれるライセンスを書いた最初は EMAX ゼネラルパブリックライセンスと呼ばれた。彼はジェームズ・ゴスリンとのニップレスと呼ばれるプログラムに対する GNU EMAX プログラムにおけるソフトウェアコードの使いについての論争をめぐる経験を踏まえてこのライセンスを書いた。1980年代のほとんどの期間において EMAX ゼネラルパブリックライセンスや GCC General Public License のように GNU パッケージとに個別のライセンスが存在した。1989年に FSF は GNU プロジェクトのソフトウェアだけでなくすべてのソフトウェアに使用できる単一のライセンスである GNU General Public License GPL を発表した。現在 GPL は GNU ソフトウェアのほとんどで使われており、 GNU プロジェクトとは関係のないフリーソフトウェアでもよく使われている。GPL は最も一般的に使用されるフリーソフトウェアライセンスである。GPL では著作物の受領者はそれを実行し、複製し、修正し、再配布できるが、その再配布物のライセンスに制限を加えることを許さない。この思想はコピーレフトと呼ばれることが多い。 1991年 GNU-C ライブラリーをプロプライエタリーソフトウェアとリンクできるようにするためにライブラリーゼネラルパブリックライセンスとして知られる GNU レッサーゼネラルプブリックライソンス LGPL が書かれさらに GNU-GPL のバージョン2がリリースされた2000年には文書用に GNU フリードキュメンテーションライセンスが書かれた GPL と LGPL は2007年にバージョン3に修正され、ユーザーが自身のデバイスで修正されたソフトウェアの実行を妨げるからユーザーを保護するための条項が追加された。GNU プロジェクトのライセンスは GNU 独自のパッケージに加え Linux カーネルのような GNU とは無関係だが GNU ソフトウェアと一緒に使用されることの多い。 プロジェクトでよく使用される。ただし X-Window システムのように Linux Distribution で使用されるソフトウェアの中にはパーミッシブライセンスに基づきライセンスされているものも少数ではあるが存在する。GNU のロゴは NU の頭である。もともとは h n スバッサによって描かれ、現在ではオリリオヘッカートがデザインした大胆でシンプルなバージョンが好まれている。 これは GNU ソフトウェアや印刷されたり電子化された GNU プロジェクトの文書に表示されフリーソフトウェア財団のマテリアルにも使われる。なお本章で示した GNU30 周年記念ロゴは公式ロゴの修正バージョンであり2013年9月に GNU プロジェクト30周年記念としてフリーソフトウェア財団によって作成されたものである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。